どうもデコニーです。またちょっとしたものをね散財しましたので、紹介したいと思います。じゃあちょっと開けてみます。よいしょ。どこから届いたかっていうと、見えますか？ DMM メイクから届いた荷物でございます。立体モデルって書いてますね。中は納品書と、商品がじゃん、これです。輪っか、何に使う輪っかでしょうかね。それなんかパッと思いつく方いらっしゃいますでしょうか。めっちゃ結構軽い、質感はどう分かりますかね。表面はね磨き加工をかけてもらってるみたいですね、これね、まあちょっとこう 軽くしなるぐらいの、でもまあ強度は結構優れているらしいです。これ何に使うものかと言いますと、このね厚みがじゃん、これ 40.5mm 系の ND フィルターなんですけど、この厚みとイコール、ちょっとこれ あのネジ山があるんでネジの分ちょっと分厚く見えますけど、この厚みがイコールのはずで、この α6400 です。 α6400 のここにね、これなんか両面テープかなんかでつけて、わかります？どないしたいか。ちょっとじゃあ、こいつを両面テープでここにこう軽くねこう引っ付けてみよう。1,2,3,4 箇所ぐらい短い両面テープをちょっと貼ってここに固定してみます。厳しい。よいしょ。ちょっともうひどい出来ですけども、ちょっと4箇所ね両面テープつけました。で、まあうまくいくかどうかの確認だけなので、今回の動画の中では、ね、剥離をめくっておきまして、ここへつけるわけですけれど、こうしとこうか。レンズをね出しておきます。で通った。でここにこうね、つくかねこれ。軽くですけども一応つきました。ちょっとこのはみ出てる部分は後でなんかちゃんと処理しますね。でこいつで ND フィルターですよ。 40.5mm 系のこの ND フィルターをつけまして、フィルターのネジ山にこれオートレンズキャップ、これをねじ込むと、で、あとうまいこといくはずなんやけどね、どうかな、ちょっと分厚いかな、ちょっとねじ込める、このぐらいか、行き過ぎか、行き過ぎか、この辺でこんな感じ、じゃじゃーん、うまくいくかねこれ。これで電源を入れると、お、いいんちゃいますの、いけたんちゃいますの。これでいいんじゃないですか。
うん、このねオートレンズキャップっていうやつは前も説明したんですけど、ここにね爪がついてるんですよね。でこの爪がこうレンズ側に押されることでこう蓋が閉まる、こういう仕様なんですが、フィルターをつけちゃうとですね、こうレンズ側と当たらなくなるんですよね。浮いちゃうんで、フィルターとこいつの同時使用というのは基本できないんですよね。それはもうあの岡ちゃんも説明してた通りで全然できないんですけれど、これをね、この今回作った DMM メイクで作った輪っかをここへつけてやって、このフィルターの厚みと同じだけ持ち上げてやると、この爪が当たる部分を持ち上げてやることで、うまく動作しましたね。ちょっと斜めになります。あんまり締め込みすぎると半周戻そう。これ今レンズが動いた気がするんだけど、これ縦でもいいか、縦やったらいいか、まあまあいいか。斜めでちょっと不細工なんですけど、ほどほどちょっと締め込める感じで、ちゃんと動作してます。いいっすよ、いいんじゃないでしょうか。見た目もそんなにガラッと変わるわけじゃないので、いい感じだと思います。これね、ちなみに、その 3D モデルデータ自体は、イラストレーターとフォトショップを使って作ったんですけれど、まあなんとか実用に耐えうるものが出来上がってきました。で価格は、1793円でした。もうただほんまに輪っか、縁何ミリかの円をニュって押し出しただけっていう簡単なね、3D モデルなんですけれど、まあ一番安い材料で作って1793円でした、なかなかちょっとお値段、いい値段しますけど、フィルター、ND フィルターと、オートレンズキャップが同時に使えるようになるのが、まあ、1793円で叶うんであれば安いんじゃないでしょうか。満足です、納得です、いいと思います。まあここでフィルター、あのレンズキャップとボディとの間でね、輪っかはこう挟まってるんで、もしこのテープが外れちゃっても、輪っかが転げ落ちるっていうことはないと思うので、まあまあなくさないかな、大丈夫だと思います。いいんじゃないでしょうか。 DMM メイクで、このねオートレンズキャップとレンズの間につける輪っかをこさえましたという動画でした。いいね、評価、チャンネル登録とかよろしくお願いします。ではデコニーでした。お昼休みに意気揚々とね、もうなんか大興奮の開封動画を撮ってた、あのアルファ6400につけてた DMM メイクで作った輪っか、黒い輪っか、あれをこれ実際ね本体につけてみて、まあ、電源入れてね、そのカチャッカチャッっていうのはやってたんですけど、画面を見てなかったんですよね。でいざ見てみますとですねこれ分かりますかね、こう四隅に絶賛蹴られが発生してしまっていまして、ちょっとこれ気がつかなかったですね。ちょっとまあ秘宝的な感じにはなっちゃうんですけれど、もうバッチリ落ちてる、蹴られが出ちゃってるんで、これをまあまあその動画編集ソフト上で補正して大丈夫なレベルか、ちょっとこれこっちも撮っとこうか。
これこっち側もね動画で撮ってみてるんで、画面全体で どれほどの蹴られが出てるのか、果たしてこの大きな蹴られがダヴィンチで補正できるのかどうかも含めてちょっとやってみます。20秒切りました。で今これクロップされないように24フレームで撮ってるんですね。でこれを、30フレームにすると 30p にするとクロップきっちりねクロップされて蹴られはなくなるんですよね。これちょっと蹴られないよっていうのをちょっと撮ってみます、なのでこれからどうしようかな、 30p で撮るようにするべきなのか、 24p でクロップなしで撮って、補正するのがいいのか、ちょっとその辺も踏まえてね、検討してみたいと思います。